ハロー YouTube スポーツ部活チャンネルの立ち順です。8月29日ですね。おはようございます。火曜日ですね。東京も天気良くて、まあ気温が何度ぐらい、30度ぐらいいくのかな。33度まで、結構暑いですね、まだね。で、ちょっとね、体力について、僕も毎日汗かいて T シャツ 3回ぐらい変えてるんですけど、筋肉とかある人とか、太ってる人とか、代謝がいい人わかるけど、1日 T シャツ1枚無理なんですよ。もう脇臭いし、昨日も、ちょっと知り合いと会って臭いって言われたんで、もうすぐ着替えて、もうすでに脇汗かきますからね、この気温だとね。今エアコン効いてる場所はいいけど、ちょっと外出て。で、最近ね、やっぱりね、この間も話したんですけど、大事なことがあって、その体力とか、すごい焼けてるんですけど、僕のそのね、出雲南京っていう三大時期って金魚飼ってるんですけど、今もう一匹しかいないんですけどね、すごいまだ、もうでも6年ぐらい、実質7年ぐらい生きてんのかな。他はなくしね、ちょっと死んじゃったんですけど、1匹だけ生きてて、でこうちょっと胃腸悪くて、なんていうんですか、逆さになったり、その消化が悪いとね、こう逆さになったりするんですけど、でちょっと餌をね工夫して、ちょっとふやかしてあげたりしたら治って、であと太陽、日光にちょっと室内で飼ってるんで、ちょっと日光に当たるように日差しを当てたらちょっと元気になったり。で、これ何を言いたいかというと、やっぱり、弱ってる時って、まず胃腸が弱ってるんで、胃も筋肉なんでね、咀嚼が噛んでお腹に入れてね、こう、で、栄養素がやっぱりこう、全部に行き渡らないんですよね。胃腸が弱いと。で、せっかく食べたものも吸収されずに出ちゃうとか、そういうことがあるんですよ。だから夏バテには消化の良いもの、ちょっと冷たいものとか食べちゃったり、弱い人はね、特に。っていうのと、あと、今日焼け止めとかみんな塗ったり、日に当たらないじゃないですか。若い人はこうね、外でわーって遊ぶけど、やっぱね、太陽ってね、金魚太陽当てたら治ったんですよ。で、逆さ病が完全になって今すごい元気で泳いでるんですよ。で、やっぱり日光と胃と腸ですね。っていうのがね、相当大事だなって。で、僕自身もちょっと今歩いてるようにしてて、で、太陽も結構できるだけ当たるようにしてるんですよ。日焼け止めも塗ったりするんですけど、もうあんま気にしないですよね。やっぱり焼いた方がいいし、皮膚がんとか言うけど、どうせこの時期だけですしね、そのシミとか、シミとかもビタミン取りゃいいんじゃないですか。色白がね、慶応高校の野球部のイケメンが白くてかっこいいとかあるけど、僕ね、絶対にその日焼けをしないことによって、美白がね、なんかいいみたいな、正直白人思考じゃないですか。肌の色っていうか、人種差別っていうかね、僕はね、こんがり焼けてる女性とかも大好きだし、男の人も、ガングロとかはね、でもガングロも僕そんな嫌じゃないんですよね、歯が白く見えてて。だからなんか韓流とかで日本人の白くなるっていう思考が、実は、太陽に当たらないことによってビタミン D とか、僕、太陽の光って、前も言ったけど、金魚ってすごい不思議なんですよ。室内で飼ってるより、外で飼って苔とかついて日光に当たった方が長生きして、あと病気もほとんどならないんですよね。苔が生えすぎて酸素が、なんかね、やっぱりね、日光っていうのは生態系にすごい及ぼすっていうか、夜のお仕事の人は昼間部屋に寝てて、太陽に当たるのが嫌だっていう人もいるかもしれないんですけど、やっぱりそれは何らかの、生命がね、微生物から魚になって陸に上がってきて、その太陽の光によって光合成とかね、酸素を植物から生えて、そういう、やっぱ日光っていうのが地球とかっていうかね、その生命体を作ったので、それをやっぱり、人間の体が長い間、その日光にどう対処していいかっていうかね、
だって太陽に当たるだけで食べなくてビタミン D が体で作られるんですよ。そんな上がります？光で。そんなことってすごい不思議なマジックじゃないですか。だから僕はね、その女性ももちろん白い人可愛いとか綺麗だなと思うんだけど、やっぱり白い人ってなんか弱々しいしってやっぱりなんかね、過敏だったりアレルギーがあったり、そのそういう人多いんですよね。そのもうだから真っ黒だとやっぱ女性らしくないとか可愛くないっていうその先入観があったり、やっぱり白人が綺麗とか黒人がなんかねとか黄色人種があって、そういう人間的な白がいいみたいなあるんだけど、なんかそれって実は不健、やっぱりすごい抽象的だと不健康で、やっぱりこんがり焼けてる、まあ南米とか南米とかね、北米中北米とかそういうとこのその強さとかその元気さとか、なんかその体のその生態系に及ぼす何かがあるような気がするんですよね。それがまあいろいろな、もう今ね科学で分かってるんだけど、その太陽を、まあ、今ね高温で熱中症になりますよ。だから良くないんだけど、やっぱり完全にカットするのが、特にね若い世代、高齢者とか中年とかいいですよ。こう若い世代はちょっと太陽はもっとあった、まあサーファーとかね、そういうスポーツやってる人はイヤオーなしに焼けちゃうんだけど、そのまあね、シミ美容、結局美容で皆さん白くしてるんですけどね、そのまあ白い肌がね、持ち東北と北国の持ち肌がいいっていう人ももちろんいますしね、まあ九州でも白い人いますけど、僕はね焼かないとね、なんかね体の機能障害が起きるんではないかと、あとアレルギーとかそういうのも太陽が日光に若いうちに当たってないからこそ弱くなるんじゃないかっていうのを、なんか金魚を飼育しててものすごい下がるんですよ。まあ皆さん今のあのね、金魚すくいとかでね、まあ子供お子さんとか、まあ、ご自分で飼ってる人は室内で飼うと思うんですよ。やっぱ観賞っていうと部屋の中で、まあでももともとあの金魚鉢とかって西洋のもので、ガラスっていうのね、水槽もガラスじゃないですか。もともとその亀とかで外で飼ってるんですよ。まあこれぐらい暑いと水が少ないと、水深が少ないともう湯立っちゃって死んじゃうんですけど、あのゆで魚みたいな。だから良くないんだけど、やっぱり軽く蓋をしてとか、その水草を置いてやれば、まあでも30度35度とかいっちゃうとちょっと湯立っちゃって死んじゃいますからね、金魚とか。だから良くないんですけど、そのなんかでも日光にやっぱ当てた方がいいんですよね。ものすごいそのなんか殺虫効果もあるじゃないですか、日光って。そのよくね、動植物が、あのアフリカのゾウとかもね、その日光当てて泥水とか、まあそういうなんつう細菌微生物がこう肌で、肌の、僕も肌弱いんだけど、やけどの跡とかね今ついちゃって、だけどそのあのやっぱ焼くとなんとなく傷跡も消えるような気がしてて、そのなんか太陽、日光に関してのもっとそのデータとかね、もっとあってもいいかなと思いますよね。その、あの、日焼けサロン行くことはないんだけど、まあね、その、焼けてると、チャラいとかそういうイメージやっぱりありますけどね、日本人、僕たち黄色人じゃん。だけど、あんまり焼かないのって、僕、体に悪いと思うので、焼いた方がいいなと思ってます。なんか、引きこもってね、まあ、今、ネット社会で、スマホいじって涼しいとこいるってあると思うんだけど、適度にやっぱり日焼けっていうのはものすごい僕勧めてますね、会う人に。その特にあのアレルギーとかその弱い人、僕ねで焼くとちょっとその鼻炎も調子いいんですよ、慢性鼻炎って。これなんかあるなと思ってます。あの絶対にその鼻炎って鼻の病気じゃないですか。で僕結構有名なね、日本、東京でもトップクラスの耳鼻科に行って、ちょっと鼻きつい時あるんですよ、ほこりを。本当に呼吸困難ぐらい鼻を。今もちょっと鼻水常にちょっと出てるんですけど、その、太陽に当たると、まあくしゃみ出る時もあるんだけど、
なんかね、免疫上がるんですよ。その鼻炎に関しても。何かね、そのヒントがあるんじゃないかなと思います。まあコロナとかもね、わかんないですよ。もう本当に生命体とか酸素、二酸化炭素とか微生物とかって、本当に、もう100分の1ぐらいしか科学者は分かってないし、生物や科学の実験である元素記号も、まあ、ゲノムとかね解析とかあるんだけど、ただ化学反応っていうのはあんまり分かってないんですよね。だから僕、日光っていうのはとにかく相当いいんじゃないかと思ってます。あの沖縄の人とかが白色白が多くて日焼けしないっていうのも分かるんだけど、年中太陽がねあるとね暑いしね。だけどなんとなく夏、前も言ったけど夏運動する汗と冬運動する汗のなんか成分はすごい変わってくるっていうから、その暑い時にちょっと運動して、まあもちろん熱中症になったらダメなんだけど、ここでなんか逆に体力をうまく使うっていうか、もちろん食事をしてバランスのいい食事、ビタミン、ミネラル、カルシウムを取って、タンパク質、炭水化物、脂質全部取って、その 日焼けも適度にするっていうのが、多分若さも保ってアンチエイジングにもつながると思ってますし、まあ、僕トライアスロンねずっと、今年はもうあの1回しかデュアスロンしか出てないんですけど、ああいうのもね結構ねなんかあの若く見られるっていうか、若さを保つトライアスロンってめちゃくちゃ日焼けするんですよ。もう僕未だに背中に残ってるぐらいだけど、そういうことは結構大事かなと思いますね。もうとにかくね、金魚のねその病気になるならないが日光とがすごい関係してるんですよ。とにかく太陽の光を日中は軽く当てる、当てすぎるとあの温度が上がって良くないんだけど、軽く日差しに当てるっていうのが相当重要だっていうことですよね。もしアンチエイジングとかアレルギーとかあのあと精神的なものもね、太陽当たると違うんですよね。もちろんサングラスした方がいいですよ。目にはやっぱり目が疲れたりするんで、日焼けしすぎのは良くないけど、まあ、適度に日焼けをするってことが僕はすごい健康維持とかに、内臓肝臓、まあ、心臓に全て影響するんじゃないかなっていう、金魚飼育でものすごいもう最高の薬は太陽なんですよねっていうのをちょっと感じたので、もしよかれば、チャンネル登録もお願いします。金魚から見る健康、そのもちろんもうね体もともと弱い方とか、内向的な人とかね、室内インドア派インキャみたいな人も適度に、まあ公園のね日陰で本読むとかスマホいじることができるん で適度に太陽に浴びる時間、それが交感神経、副交感神経、交感神経というのはその日中の元気な、副交感神経もさるんで、関係するんで、自律神経失調症なんかの人も昼間は明るく日差しを浴びる、夜は真っ暗にして寝るっていう、その暗反応順反応とかも言うんだけど、なんか目ではね、それをなんか目で見入れることによって太陽の、深夜になんかスマホで明るいよりも日光のそのパワーっていうかね、それをちょっと意識すると、いつまでも健康的で生き生き若くいられる。僕ね何の根拠もないですよ、今調べてないし、多分あると思うので、僕の金魚研究者としてっていうか、もしよければね、もし、メンタルもやられてるような人は日光に当たるっていうかね、うつとかそういう人も日光に当たって、で、まあもちろん水分をとってね、健康的に、まだ残暑厳しいんでね、頑張ってください。それではバイバイ。